日本のミスターフィギュアと言いますと佐野ミノルさんでございます。スペシャルゲスト色が違うもの、この見るだけのことだ。今日はよろしくお願いいたします。さあ、女子のフリースケーティング終わりましたが、まだこの人が一人残っております。昨日も会場の人気を一人でさらった感じの特別演技、伊藤みどり選手。わお、わお、イエーイ。いいですね、もう。みどりさん、終盤です。たくさんやればトリプルも怖くない。ラスト。いやースピンもうまいですよ。うまいですね。はい、はい、盛り上げもいいですわ。決まりました。はい、佐野さんなんか分かるんですか、3回転半とか、あ、4回飛んだとか。僕ら何回見てても分かんないですよ。いやもう飛ぶ前に飛びそうだぞっていう気配で分かりますね。Coach, all excited. これの後がね、トリプルルッツからのコンビネーションなんですけどね。関係ないですね。完璧。すごい。もうね、僕もよく言うんですけどもね、伊藤みどりさんっていうのは100年に一度出るか出ないかの選手ですよ。地球的規模でですよ。すごい選手ですよ。フィギュア界を変えましたよね。これは昨日はね、男子も女子も両方ね、同じ氷の面で練習してたんですが、伊藤さんのトリプルアクセルが一番高いんですよ。男が負けてるんです。ただトリプルですけどね、男負けちゃってるんですもんね。すごいですよ。今後100年出ないでしょ、伊藤さんみたいな選手ね。大先輩です。頑張れよ。ナイス。さあ、トリプルトリプルいきますよ。ここで成功です。トリプルトリプルですよ。合わせて6回転ですからね。もうどうしようもないですね。うまい。体力に自信があれば3日ぐらい回ってやられるという。素晴らしかったですね。あー、かっこいい。完璧な演技でしたね。ちょっとね、トリプルフリップでね、若干あんなところにフェンスがあるからいけないんですよ。もっとフェンス広くしててくれれば成功したんですけども、まあリンクってのは限りがありますから仕方ないんですが、そこだけですよね。あとは完璧。なんて言ったってトリプルアクセルですからね。トリプルアクセルですよ。おい、いまだにアマチュアの選手トリプルアクセルできないんですから。女性でね、もう男性ではもうトリプルアクセル飛ばないと人間じゃないみたいな雰囲気になってきてますけどもね。さあ行きますよ、トリプルアクセル3回半回りますから、よく誕生してみてください。すごいですよ。1、2、3、そして半分と半です、ね、しかもこのランディングですよ。降りた姿勢の完璧さ、すごいですよね。これがトリプルルッツからの多分ダブルのコンビネーションだと思いますが、これは3回ですね。はい、トリプルルッツっていうのは難しいんですよ。世界で初めてトリプルアクセルを飛んだ女性ですからね。これが3回3回のコンビネーションでしょ。2つ合わせれば6回転ですから、これもできないです。やっぱり100年に1人ですね、伊藤みどりさんは。それ以上かもしれませんね。1000年ですかね。
There's the first set of marks for Minoru Seno, 5-9, right across the board, except for a 5-8 from judge number 3 from Great Britain, who's been consistently very low. Now, the difficulties here are that he may have been blocked out of it by the block voting from the Soviet Union for either Vladimir Kovalev or East Germany for Jan Hoffman, because he was down in fifth place. 得点が出ました。まずテクニカルポイント。素晴らしいですね。10点出ますよ。いや10点フルマークを連発されています。すごい。誰だ 9.9 を出したのはって怒っちゃいそうな感じがしますよね。もう興奮した、ね、テクニカルメリット 49.8 です。素晴らしい得点です。そしてアーティスティックインプレッションは、アーティスティックインプレッション9.9、うん、あら10点がないじゃないですか。 9.9 では緑さんのこの笑顔もいいですね。いいですね。あのね、これ10点出せないわけがあるんです。まだこの後に選手がいますからね。これ以上のこともしかするとやるかもしれないという部分がありますからね。 49.4、うん、でも高得点出ましたよ。いい点数出ましたね。Either of the top, Kovalev or Hoffman, but the mark there was just not the room at the top to display that difference. ああ、何をやってくれるんだ。楽しみですね。このスピードでいくと、ああ、トリプルトーループですね。のコンビネーション。ああ、惜しい。練習ではね、あれ3回続けることもできるんです、彼女。ってことは、3回続くんですから、9回転するんですね。9回転ですか、はい、すごいんです。もうやっぱ1000年に1人なのかな。まあここにいるということで100点あげちゃいましょう。